黒川亀玉は、江戸時代中期の画家。陳南平風の家長画を得意とする。意味名は、安定、地を湖保、通称、見ろう。郷は亀玉、正山書士。江戸の人。白梅校長漬原本着色江戸時代中期。黒川家の祖は、甲府黒川村の出事という。父は、周玉、母は、稲垣氏。二人の妹がいた。 幼い頃の誕生日に不思議な牢僧から藍色に輝く玉を贈られたことから、これは亀の生玉であるとして亀玉を画号にした。画は7歳の時仮の旧間につき12歳で岡本善一に学ぶ。しかし納得できず中国民心の古画を独学で学ぶ。その後も陳南品の画を中国古画の延長として熱心に学んだが線病が繊細すぎると不満を持っていた。 江戸に、陳南品の画風を伝えた、宗史跡が、長崎遊学中にすでに、南品風の画法を取り入れていたことは特筆すべきで、ある。花鳥画を最も得意とした。また池大画に次いで死闘画を良くしたと伝えられ、大和絵も描いた。画業で一家を支えたが、わずか25歳で溶接。新密寺に葬られる。大田南保、竹井秘書。 読みアン必殺、江戸署名かぼし一覧。ありがとうございます。